サラエラには、イタリアボローニャ出身の女子プロテニス選手。2012年の全仏オープン女子シングルスの準優勝者。ダブルスでも、ロベルタ・ヴィンチと組4大大会で5勝を挙げ、キャリアグランドスラムを達成した。自己最高ランキングは、シングルス5位、ダブルス1位。これまでに WTA ツアーで、シングルス9勝、ダブルス27勝を挙げている。 身長1 6 4トル体重6 0ラム右利き、バックハンドストロークは両手打ち。エラーニの表記揺れも多い。エラーニは8歳からテニスを始める。2002年にプロに転校。しばらくは ITF のサーキット大会を転戦した。2007年の全米オープンで四大大会に初出場。初戦を突破し2回戦で、 第10シードのマリオンバルトリに4626で敗れた。2008年7月の地元パレールモ大会では、シングルスとダブルスの双方で決勝に進出。シングルスでは、マリア・コリア・ツェワを62、63、ヌリア・リア・ゴステラ・ビベスト組んだダブルスでは、アーラ・クズリャフツェワアナスタシア・パブリチェンコワ組を2 6、76、14で破り、ツアー初優勝を果たした。 7月末のポルトロス大会でも決勝に進出し、アナベルメティナガリゲスを63、63で破る出場に大会優勝を果たした。8月の北京五輪にも出場し、1回戦で、サマンサスとサーニ36、26で破れた。2012年全豪オープンでは2回戦で、ナディア・ペトロアを62、62、3回戦で、ソラナ・チルステアを67、60、62、 4回戦では、テイ・キヨシを6-2、6-1で破って勝ち上がり、ノーシードからベスト8に進出する。準々決勝では、ペトラ・クビトバに4 6 4-6で破れた。2月末のアカプルコ大会では、決勝でフラビア・ペンネッタ2-5-7、7-6、6-0で勝利し、3年7ヶ月ぶりのシングルスツアー3勝目を挙げた。四月のバルセロナ大会と五月のブダペスト大会でも、 優勝し、2012年3勝目を挙げた。2012年全仏オープンでは3回戦で、アナイバノビッチ4回戦で、スベトラーナクズネッツォアの過去の全仏優勝者に勝利して、前後に続き、ベスト8に進出。準々決勝で、アンゲリク・ケルバーを63、76で破り始めて、トップ10プレイヤーに勝利した。準決勝では、サマンサストーサーを破り、 第21シードから決勝に進出した。決勝ではマリアシアラポワに36、26で敗れて準優勝となった。全米オープンでも4回戦でアンゲリック・ケルバーに76、63で勝利し、ベスト8に進出した。準々決勝ではロベルタ・ビンチに62、64で勝利し、ベスト4に進出。イタリア人として初の全米ベスト4入りを果たした。 準決勝ではセリーナ・ウィリアムズに16、26で乾杯した。最終戦の WTA ツアー選手権にも初出場した。2013年全仏オープンでは2年連続でベスト4に進出したが、準決勝でセリーナ・ウィリアムズに06、16で乾杯した。ダブルスでは同じイタリアのロベルタ・ビンチと組むことが多い。 4大大会では2011年全米オープンでベスト8、2012年全豪オープンで決勝に進出した。決勝ではスベトラー・ナクズネツワーベラズ・ボナレワ組に7から5、4から6、3から6で敗れ準優勝となった。2012年全仏オープンでは決勝でマリア・キリレンコナディア・ペトロワ組を4から6、6から4、6から2で破り初めての4。 大大会ダブルスタイトルを獲得した。2012年全米オープンでも決勝に進出し、アンドレア・フラバー・チコバールーシー・ハラデツカ組を6・4、6・2で破り優勝した。大会後のランキングで、初めてのダブルスランキング1位になった。2013年全後オープンでも、決勝で、アシュリー・バーティケイシー・デラクア組を6から2、3から6、 6から2で破り4大,大大会ダブルス3勝目を挙げた。翌年の大会も連覇した。2014年全仏オープンでは、決勝で、車宿ゼンマイ高卒組に4から6、1から6で破れ準優勝に終わったが、ウィンブルドンの決勝で、ティメア・バボシュ&、クリスティナ・ムラデノビッチ組を6、1、6、3で破り史上5組目のキャリアグランドスラムを達成した。 エラには2017年に禁止薬物のレトロゾールに陽性反応を示し、ドーピング違反で2ヶ月の資格停止処分を受けている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回線敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回線敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。